あの「メイド・イン・アビス」えー「暗き魂の黎明」っていうです、ね、あのアニメをです、ね、あの見てきたんですけどもいやね面白いですよねすごいね面白いです。えっ、ー、とね「うつアニメ」っていう噂をねをよく聞くんですよあそう。見たらすごい落ち込むとかですねあの行ったら帰ってこれなくなるとかって聞くんですけどもあの僕はですねあの高畑アニメを見るつもりで見たらですねあの平気だったんですよね。あのつまり 高畑アニメを見る気分というのは何かって言うと。うんと作り物であるということを前提に楽しむっていうのかな。例えばその舞台を見る時って映画と違ってですね。そのに生の人間がその場で立って演技しててで背景もですね。舞台装置だってのがわかりきってるじゃないですか。だから僕らは舞台を見るときは？ その映画とは違って、没入感がそんなになにいんですねで。見てるうちに徐々に徐々に引き込まれていくっていうような没入感なんですけどもアニメの場合はですね逆に言えば抽象度が高すぎるからですねで背景も精密なもんですからですね没入感がその自分の方の気持ちでどん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 入っちゃうんですね。なので、あのー、主観的に見る人がすごく多いんですよ。であのー まあまあつまりあの高畑アニメ的な見方というのはキャラクターの存在をそ,のそんな本気にせず作者が何を描きたいのかで受けを受け取る気持ちで見るということなんですけどもそのメイド・イン・アビスの今回の劇場版ではです、ね、その登場する重要なキャラクターが、まあ、ものすごい残酷な方法で,です、ね、切り刻まれてその姿のままで生きながらえながらなんかこう利用されるというような話になっているんですね。で でですね、まあ、この部分をですね、まともに受け取るとですね、ものすごいその鬱になっちゃうんですよね。ただこれはあのアニメだし、その作り話なのでですね、あんまりその部分にその感情を載せすぎて見ない方がその見られるというかですね、僕はあの受け取れると思うんですね。で、なんでこれを作者もその描かなきゃいけなかったのかっていうのを 考えるとそうすると今回の悪役の,です、ね、その黎明卿ボンドルトっていうキャラクターが出てくるんですけどこの黎明卿ボンドルトとキャラクターへの理解がその深まるわけですねあのメイド・イン・アビスってそのこの辺りのストーリーからはっきりしてくるアニメーションのこの辺りのストーリーではっきりしてくるんですけどもでアビスっていう潜っていくっていうのはですね創作活動のメタファーなんですよね。あの 専門学校に行ってアニメとか漫画の専門学校に行って仲間たちみんなはアニメとか漫画にどんどん夢を持っていってどん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 創作の世界の深みにはまっていくとでもその一緒にはまっていく大部分の人たちっていうのはですねその自分の夢に食われてその業界を去っていたりもしくは心を病んで部屋から出れ,出れなくなっていくわけですね。だからその メイド・イン・アビスの残酷な描写っていうのを現実のメタファーとして考えるとあれはなんかナチス・ドイツなんだとか人体実験なんだというふうに取っちゃうんですけどそうでなくて漫画を描いている作者が何であれを描いてそしてなんでボンドルト教っていうのをまるで最後の方でいい話みたいに。 こうずらして描いていくのかって言うと、やっぱり自分自身の経験だからですね。自分自身の創作経験を書いているからなんですけども、その作品を作り続けるということは、自分の世界の中に深く深く入り込んでいくわけですね。で、自分の世界に深く潜っていくほど、自分の形っていうのを保ちにくくなっていくと、自分の形っていうのはつまり。普通の人間普通の。 なんだろうな例えば20代の男の子であれ女の子であれそういうふうな人間っていうのをです、ね、その保つのが難しくなってきてであのまあ夢あぶれてアニメとかゲームとか漫画の世界を去っていく仲間の思いを受け,受け取ったり逆に負けていく仲間を餌食餌食にするようにネタにしてしまうとつまりそいつらが何を書きたかったかそういうのを何をやりたかったのかっていうのを。 別にパクるといいう意味じゃないですよ。そうではなくて徐々に徐々に自分の中に取り込んでネタにしていってその去っていった人たちっていうのをネタにして自分で食っちゃってですねそのそれぞれの作家たちっていうのはそれぞれ唯一無二の,その作家になっていくわけです作家っていうのはたった一人でなるわけではなくて漫画家ももう本当にアニメの,です、ね、あの創作者も。 あのゲームの作家も全部そうだと思うんですけど周りの人間の夢とか周りの人間のやりたいことっていうのをどん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 取り込んでなっていくようなものなんですけども「だから黎明教ボンドルド」っていうのはですねそんな世界のですねある種究極の悪でありながらある種ですねその理想の教師であり理想の編集者でもあると思うんですね。つまりその自分たちを作家にしてくれるんだけども人間ではなくなってしまうと。 それをすごい極端な形で書くといろんな人を犠牲にしながらそのなんだろアビスの担保をしていくような話になるんですよでもボンドルドってあの第5回ぐらいのところから奥には行かないんですねつまりあくまで自分は送り出す側というふうに立っているという辺が編集者的でありなんか教師的だなというふうに思いましただからその書き手作者はですねアニメーション作り手も含めてボンドルドをですね 悪役として書けないんですね。そうでなくて、その何だろうな、どこかで踏み違えてしまって人間性を失ってしまったプロデューサーであり編集というように書いてるから、あそこまでのものすごいリアリティが出てくるんだと思います。あのまあ、そういうところも考えてですね、僕の日あのあの見たメイドインアビスっていうのは、ものすごいまあ面白くてあんまりあの鬱にはならなかったんですけどね。